ロスエメリー・デトワイラーは、アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイス出身の、プロ野球選手。左投げ右打ち。フリーエージェント。ウエンツビル・ホルト高等学校時代にはチームを14年ぶりの、地区優勝に導いた。ミズーリ州立大学時代の2007年、14試合に、先発し89イニングで100奪三振を記録した。2007年の MLB ドラフト1巡目で、 ワシントンナショナルズからで指名され、プロ入り。同年9月7日、アトランタブレーブス戦でリリーフし、メジャーデビューを果たした。2008年はメジャーに出場することはなかった。2009年は2年ぶりにメジャーに出場。ワシントンナショナルズ時代2012年には、スティーブン・ストラスバーグ、ジオ・ゴンザレス、ジョーダン・ジマーマン、エドウィン・ジャクソンに続く5番手として、 強力な先発投手陣を形成。ナショナルズの先発投手の防御率はリーグ1位だった。個人としては初の二桁勝利を達成した。2013年は妻の出産のため代表を辞退したクリス・メドレンと入れ替わる形で第3回ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。 テキサスレンジャーズ時代2014年12月12日にクリストファー・ボスティック・アベルデロス・サントスとのトレードでテキサスレンジャーズへ移籍した2015年7月11日に DFA となった後15日に FA となった2015年7月17日にブレーブスとメジャー契約を結んだオフの11月2日に FA となった 2015年12月22日に、クリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。2016年4月3日に、メジャー契約を結び、開幕25人枠入りした。4月29日に、ディエフェとなり、5月1日に、マイナー契約で参加のトリプル A 級、コロンバス・クリッパーズへ配属された。2016年7月17日に、 金銭トレードでオークランドアスレチックスへ移籍した。2017年1月18日にマイナー契約で再契約し、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕から参加のトリプル A 級ナッシュビルサウンズでプレーも5月14日に自ら選んで契約を途中で放棄するオプトアウトを行使した。2017年6月7日にシカゴカブスと マイナー契約を結び、参加の AA 級テネシースモーキーズへ配属された。7月17日に FA となった。2018年3月14日に、独立リーグであるアトランティックリーグのヨークレボリューションと契約。6試合に先発登板して3勝1敗、防御率2.70、32奪三振を記録した。 2018年6月1日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだと報じられると、翌2日に球団から正式発表され、参加のトリプル A 級タコマレーニアーズへ配属された。8月21日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。昇格当日のヒューストンアストロズ戦で3回から登板し、6回を投げ悲案台8、失点3で、 敗戦投手となり、翌22日に、DFA24 日に、マイナー契約で、トリプル A 級タコマへ配属された。レギュラーシーズン終了後の10月5日に、FA となった。2019年3月26日に、ヨークレボリューションと契約し、3試合に登板した。2019年5月9日に、シカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。6月28日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月31日に FA となったが11月27日にマイナー契約で再契約を結んだ。2020年7月23日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。9月24日に DFA となり29日に FA となった。2021年1月3日に マイアミ・マーリンズと85万ドルの単年契約を結んだ。オプションとして最大15万ドルの出来高が含まれる。9月7日に DF となり、12日に FA となった。2021年9月14日にサンディエゴ・パドレスとメジャー契約を結んだ。オフの11月3日に FA となった。ありがとうございます。